いい企画やん。4つのプランを持ってきたんですよ。あんた、俺が今住んでるところ、まあ、でもさ、買い取ってもらってさ。そういうやつに行こうと思ったら、みんなでやるやつに下げてくれるって話か。確かに、こんな話しちゃう。もういいよ、どうよ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとミッチー君になってきたっすよ。ザスザス言い始めそうっすよ、そうですよ。お疲れ様です。そしての振りまで出てくるよ。さっと、さっとないですね、僕は。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと前に、1億円の足場資材みたいなドッキリあったじゃないですか、社長に。なんか、ドッキリというより、あわよくば的なやつだったじゃないですか。うん、でも今回もその、あわよくば的でも都合悪かったらドッキリにしちゃおうっていう企画を持ってきたんですけど、翔くん今どこ住んでます？今港、あの会社の近くの。そう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 、そう、あのなんか僕が動画出してるんですよね、僕が住むみたいな、うん、そうそうそう、そこに今翔くん住んでて、オーナーって誰なんですか？所長ですよね、うん、ってことは家賃交渉したら安くなるんじゃないかなと。大家だから。はい。いくらぐらいでしたっけ？5、6万、5万ぐらいです。10万で駐車場大込み。ただあのリリちゃんが3万なんですよ。3万でいいぞ。小耳に挟みましてめちゃくちゃやべえじゃん。3万めちゃくちゃやべえですよ。でも3万引けるんですよ、うん、ってことは、うん、でまあなんとかして、あ、俺が交渉して、そうです。あ、うん、うん、おうおう、まあ普通に言っても勝てないじゃないですか、社長には。うん、4つのプランを持ってきたんですよ。4つのプラン、はい、そのプラン作ってきたの。あのお手元の資料をちょっとご覧ください。それはまあ同じ価格帯で同じ築年数ぐらいのアパート、似たような間取りで。まあ翔くん一人じゃないですか。うん、で3部屋もあるじゃないですか。でもあるね、部屋めっちゃ。でも半強制的ぐらいの感じだったじゃないですか、住む時に。もう住めてみたいな。寝坊ひどいからね。まあ本当はもう こういうとこ住みたかったんだよみたいな。ああ、5万やったらこっちの家の方が綺麗だから、こっちの方が住みたいですよ。綺麗だし、安いしみたいな。ってことをまず提示するわけですよ、うん。で、まあ、それで、まあ、OK してくれたら、もう、そのままもう、お疲れ様でした。ああ。もう、そうか、もうそっちに住む。ああ、いいね、いいね。ただ、それでもダメだった場合、社長に、翔くんのお金の使い方提案をするわけです。うん、ちょっとお手元の資料みたいになって。僕が勝手に作った翔くんの家計簿なんですけど。おお、家計簿。ちょっと待って、手取りはどうなんですか、そのくらいなんですか。まあまあまあ、まあこのぐらいだとして、まず、家賃が5万円でしょ、はい、電気代8000円、ガス代4000円、水道代1000円で、携帯代が8000円、インターネット代が8000円、保険料、うん、2万円、はい、サブスクって何ですか？ Apple Music とか、YouTube とか。1万円、で、食費。貯金ゼロね。貯金ゼロ。貯金ゼロね。で、食費が0円。食費ゼロなんですよ。あ、次に。ああ、外食。外食で4万。で、ほらね。キャバクラ費。キャバクラ費。15万。15万。15万。まあまあ、そんぐらいじゃん。まだそうだね、実際は。で、ギャラ飲み、今流行りの。はい、10万。あ、10万。あ、もう OK だね。で、他夜のお店。あ、そう、風俗。風俗とかフィリピンパブとか。ああ、行ってる。そっちね。行ってない。6万円。美容、安いな、5000円。まあ、タバコ代1万8000円、まあ、そんなもんだね。でも、ないんですよ、なぜか42万8000円。そうだね、綺麗に使ってね。そうです、おかしいな話なんですよね、あんなにあったのに。そうだね、家賃が高いせいで。そうだ、家賃を減らせば、はい、3万ぐらい、4万3000円ぐらい残るってことだね。はい。ああ、それが貯金に回せると。そうっす。ああ、いい企画やん。めちゃくちゃいい紙企画ですよ、これ。ね。で、まだ、それだけだと、まだ、弾き飛ばされる可能性は、大いにあるじゃないですか。あるね。もう最終兵器を持ってきてね。持ってきた。さっき、翔くんの携帯に、ボンボンボンって写真を送ったと思うんですよ。ああ、これね。はい。血管住宅ね。血管住宅。もう基板出たりとか、まあ多分、今画面にポンポンポンって出てると思うんですけど、とかもう庭に苔が生えてたりとか。夜しか帰らんもんね、でも俺。理由なんそれ。もういや、これはおかしいんじゃないですか。これで5万はね。はい。うん、俺はガチ行った方がいいんですよ。
ガチっす。ああ、あわよくば。あわよくばって。で、まあ、4つ用意してるって言ったじゃないですか。まあ、僕が、まあ、用意した資料はここまでなんですけど、うん、もう一個が、まあ、そのサイドお二人。な、俺らが、俺らがバックするってことね。そうっす。何をするの、俺ら。もう、翔くん一人だと、やられる可能性も。絶対負けますよ。あ、言いくるめられて。そうそう、あの、結婚報告のやつ見て、僕はもう確信しました。あ、愛の手を入れるってことかな、じゃあ、そうに。下げるの無理だって言われたら、じゃあ、もう給料上げてやってください。あ、俺らがね、翔がこんだけ頑張っとんだから、そうっす。給料上げてくれたら、あの、いっちゃんだかがもうちょっと増えるって。少しなり貯金がちょっと。まだ家賃も本当に下げてくれるんだったら、あそこで貯金5万、6万円いりますしょうかっつって、はい、これからこの先、お金を取らなきゃいけないとか、そういい企画ですよ、いいよ。そうっす。強まっとった。で、これが通れば、僕もどっか社長が所有してるところで同じやつやろうかなって。そういうこと。あ、そういうこと。はい、もうみんな社員全員使えるわけ。みんな使えるね。いいな。だったらさ、俺がだったらさ、俺が今住んでるところのマンションとかさ、全部さ、買い取ってもらってさ。めちゃくちゃする。いいと買い取ってもらってさ、でそこで野球コースできんかな。俺もできますね。できるよね。これを取ったらできますね。不動産屋になってもらってさ、もうどんどん買ってもらおうか。そうだね。ショーが成功したらその手もありだね。そうっす。これもかかってますよ、多分。それもいけるぞ。わあ、よくば、本当に家賃下がったら最高だね。最高っす。まあ、まだ時間的に社長は絶対いるんで。うん、俺ね。はい。行きましょうか。ゴー。よし。行きますか。ワープしてもらっていいよ、ワープ。あ、ワープ。やめようよ、こういうの。何で、ね、久々に言うじゃん。わあしっかり。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。車止まってますね、でも。止まってますね。ふぅじゃないんだよ。緊張してきました。気合いねえんだって、ちょっと。緊張してきました。俺一番緊張してきました。まあでもね、いい結果になるのは俺は待っとるで。まあ大丈夫です。絶対。やっぱみんなのあれ買っとるじゃないですか。そうそう。あとは今後のね。そうそう。今回も楽になるし。はい。そう、あれじゃない。ちょっと一回偵察した方がいいんじゃないの。どんな感じか。そんな感じか。今、社長。不機嫌だったら。社長の今の気分があるじゃん、やっぱり。不機嫌だったらもう帰りましょう。いや。不機嫌だったらもう帰りましょう。機嫌いいでしょ、絶対。一回トシ君が見に行って偵察して、まあ、雰囲気を、まあ、確かめてから、はい、まあ、ショーが、まあ、ショーが先に行こうか。そうっすね。とりあえずなんかすごい買い取ったでさ、なんかどんな感じなのかなと思って、うん、何をすごい意識の買い取ったのさ、うん、何しようの数字かなんかのやつボッてなんかやった。あー、なんかシビアかわからんぞこれ。でもなんかでもなんかお疲れは別にそんなまあ普通だった。そうだね。それよりトシ君のあ忘れ物したが、マジで面白い。初めて聞いたからね。俺よく独り言言うんだって。ああ、確かに。だから社長は、あ、またトシ君が独り言喋っとるわ、みたいな。ああ、確かに。うまいっすね。あ、お前どうやって俺ら呼ぶ？合図で。合図。ああ、それ必要っすね。うん、こんな感じで。ああ、手挙げたら。あ、やばいな。あ、どうしたら俺らが。ちょ、入ってきて、絶対入ってきてください。じゃあ、なんかお前だね。これがあるね。いや、あの写真はでも、マジで強いんで。いきますよ、マジでいきますよ。それ最後だね。最後っす。緊張してきてない。やばいかな。またもうくるくるになる。アドリブで、アドリブで行きます。行こう。
うぜー。部屋借りてもらったじゃないですか。部屋もう先週から住んでるじゃないですか。あそこちょっと間取りが広いんで。はい、やばい。住んでみんと分からんっていうのもあったと思うんですよ。住んでみてちょっと広いなと思って。どう思います？んどう思います？どう思います、ね、どうした何の話？いや広いのと、あそこの家賃って5、6万じゃないですか。いくらだ覚えてないけど、確か駐車場代で5、6万ですね。うん、高くないですか？ん高くないですか？どういうこと？いや家賃高いなと思って。高いって言うの？家賃？はい。広いでだろ。いや、うん、高い、高いですね。何もいけない。どういうこと？どういうこと？高いじゃない。 2LDK かなんかだろ。はい。2DK、2L？ 2L っすね。高いの？高いっすよね。ちょっと、なんかちょっと気に、なんか。ちっちゃい部屋借りたいのか。もう、そうっすね。これ言うよ。はい。見てみるよ。巻かれたやつ多分おかしいんだけど。いやもうそういうのじゃないっすね。まあ、そういうのじゃないっす。何言いに来たの？いやなんか聞いたんですけど、うん、大谷ちゃんにはなんか3万円でいいみたいな。で僕にはもう5、6万じゃないですか。それって何なんですか？男女の違いですか？差別ですか？何も偉そうに言ってる。いやそういうわけじゃないですけど。ちょそんなん言ってないんだよ。いや、僕聞きましたね。誰が言ってた？いや、それは言えないです、やっぱその。いやいや、俺本当に言ってたんだったら言ってたかもしれんけど。はい。そんなん言ってないと思う。なんか動画撮らしてくれたらいいよとか、なんかそんな話だったかもしれんけど、そんなの関係ねえよ、お前に。お前の別に関係ないだろ。まあ、関係なくは。何お前だよ。だって別に何、どういうこと？家賃下げてほしいってこと？下げてほしいのもあるっすね、やっぱ。お前が借りたいって言ってるから借りるけど、別に。はい。まあ、でもそのやっぱ結構調べてきて、やっぱ5、6万円だったら結構こういう家があるんですよ。僕こっちのなんか間取りの方がいいなと思って。じゃあそのお前これ出したら何がいいだろう。いやその今の家と比べてやっぱ5万円出すぐらいだったら、うん、もうこの4つのどれかの方がいいなと思って。じゃあそれがいいわけです。いや、僕いやお金がなくて。お金がないですよね。で、その、まあ、月にいくら使うかとか計算して出したんですよ、家計簿みたいな。それがこれですね。毎月やってるんですけど。どういうこと？ちょっと俺も全然意味わからない。何これ？これ出したら何なのこれ？今後知らないの？お前がいくら使ってるかって。このまま助けずに帰ろうか。はい。お前がいくら使ってるかって知らないの？これ何なのこれ？これ何？お前これ使ってますって。はい。まあ見たのがやっぱその残高は1万3000円しか残らないですよ。ちょっと今いくらもらったの？55万もらったって書いてあるの？お前の給料知らんよ俺は。そんなこと。いや俺金払ってねえかお前。いや払ってます。小僧みたいな金払っとるかじゃん。いやお前何言ってるか分かっとんの？突然来て。そうっすね。何これ？キャバクラ代15万とか。キャバクラ代はやっぱ接待で行くんで。接待で行くんで。誰の接待？はい。
トシ君、シト、トシ君その話しろよ。はい。トシ君たちに相談しろよ。そう、俺も知らへんけどさ、お前が寝坊するもんね、お前。こっち引っ越せって言って、お前。あそこ相手で敷金利益ないで。だって女の子、シトの子の話。あ、あれですか、なんか家賃が。高いとか言って。いくらかもしらんけど、俺は。いくらな。家賃、5、6万っす。あ5万5千とか。そんなこともわからんって、話食うんだよ、お前。はい、てめえが払ったんだろ。そうそう。なんかすごい親密な話になってますね。知っとんお前。いやなんか5万って聞いとったんですけど、なんかでも大谷ちゃんがなんか3万円で住めるみたいな感じはなんか聞いとって、僕らもなんか大谷ちゃんがなんか3万円でなんか住めるっていうのがちらっと話聞いとって、もなんか生涯5、6万で住むんだと思って、じゃあ3万円で住めるんじゃないのみたいな話しとったんですけど、それ大谷ちゃんが3万って言われたもんで、そうそうそうってこと？で言っとったもんね、じゃ あ話してみた方がいいんじゃないみたいな。それ俺は分からんけど、それ何のタイミングで言ったんか、まあ、酔っ払って言ったんか俺は知らんけど、別に それが気に入らんのか、結局はこの中一生懸命作ってきて、はい、でお前らも一緒になんで来たのか、さっきとしくなんか来とったでしょ、なんかじゃあって。あ、そうですね、俺で来たのこれ。でも5、6万じゃ多分高かったもんね、まあ3万でもいいんじゃないかなと思って一緒に、まあ、ちょっと話しに行こうかと思って。あれあるじゃん、例えば家の写真もらったんですよ、なんか。で撮ったっすね。ああ、撮ったの。そうですね。僕、基本夜じゃないですか、帰るの。で、その、この前日曜日、寝とって、で、朝起きて、で、あれと思って、何これと思ったのが、まあ、この、10枚くらいあるんですけど、まあ、欠陥住宅みたいな。欠陥住宅？どういうこと？何が欠陥なの？いや、まずこれが、もう庭がまず苔で、バーベキューとかできないじゃないですか、苔とかあったら。友達も呼べないし。どういうこと？下に？はい。苔が、この写真を見てもらった方がいいんじゃない？まあ、まずこれは苔で、これは壁の黄ばみっすね。壁の黄ばみっす。多分前の人が。結構内装が結構、僕らの写真見してもらったんですけど、内装結構、前の人がボロボロしてるのか、焦げっすね、あの多分火事やったんじゃないですか。どこに焦げとんの？中？フライパンで多分火が強すぎてたら周り焦げとる。ああ、そういうことか。リフォームも何もかかってないっすよね、これって。それはリフォームかかってない、敷金利益も取ってないんだ。そうですね。まあでも他の家も敷金利益ないとこ多いんだよね。それなんか見とったじゃん、お前なんか3枚ぐらいね。はい、全部ないっすね。何がない？あ、資金利権全部ないっすね。これ？あ、はい。そこら辺は2年縛りとかなんじゃねえの？それ俺は知らんぞ。いや、まだ全然あるって。そう、名前見てもわからんって俺はそんなこと。嫌だったらやめえよ、別に見に行けってる時間あったわけだろ、お前。突然住んでお前嫌です、家賃下げてくださいって。結構反強制みたいなのあったっすよね。もう強制もあったけど、まあちょっと少し寝坊が多かったから、まあ、反強制の部分もあるけど、まあでも、まあ、5、6万で、まあ、この家、まあ、いろいろ傷ついとったり、やっぱ基盤取ったり、まあそれぐらいやったら、ね、まあ3万円だったらいいかもしれんけどね、まあ、他の物件と比べると。でも他の人はみんなその値段で払って入ってるわけだろ、他の部屋は。それお前だけ託しようか、おい。いや、それはしてないっすね。で、お前別にアイドルのみで住めいいげって言って俺入れたわけだろ。はい。あれだってお前タダでもらったんちゃうぞ、俺建てたんちゃうぞ。はい。そんなんだってお前絶対作れない、誰か作ってもらって、ね、みんなで何家賃下げてくれって話か。まあまあ、ちょっとそうですね、急なんとかしてあげれないかなって。まあ出やいいよ。お前らの遅刻がうんぬんで困るって言って、お前じゃああそこ空いてる入るかって言って、うん、ちょうどあいたもん言ったんだろ。ほんでお前もこんなん持ってんて、お前何がお前接待だ、キャバクラキャラ飲み25万月、はい、1万3000しか残りません。はい、家賃入っとんのこれ。家賃入ったんす。入っとんの、はい、払えるでしょ。まあもうちょい遊びたいなってあるんで、
でやっぱそのいやでその家賃を下げてもらえれば3万3000ぐらいになるじゃないですか残高が。やっぱ3万2万円上がるって相当すごいですよ。やっぱ少しお金も貯めたいってことね。そうですね。貯めたいってことなんてお前バカなこと言ってるんだよ本当に。タワゴトやねんお前。だってやつが持ってきてるやつの 1K だろ。じゃあ同じ側の部屋持ってこい。俺も知らんけど、あただのお前持ってきてるやつお前全部 1K だろ。お前はすごいいいやつ持ってきてるやん。 1K の4万5千円 1K ですね。あ 1K です。1K か 1K か知らんわそんなことお前。はい、嫌がらせしか感じんやん俺。全然嫌がってよね、まあ、ちょっとお前らに言ってることおかしくん。これも、まあ、ちょっとだ安くしてくれたらいくら下げてほしいんだって3万円って無理だろ。2万円で済むって連れてこいよじゃん。はい、もっといいよ好きなようにしろよ。お前2万で貸しゃいいやじゃん。お前タワゴトだろお前ら言ってるのこれ。お前がこんな夜に来てこのバカみたいな話しちゃう。じゃあお前らこんな話トシ君ってこんな話しちゃう。まあそうっすね。いやまあ聞いてこと間違ってないよ。いやただ単にその僕はその資金利益の話とか知らなかったですけど、とりあえずその5万いくらですか。でそのリフォーム状態とかその写真とかもいろんなうんぬん聞いてて、さすがにちょっとそれは高いんじゃないかっていうのと、その3万円っていう値段ですか、それを耳に挟んだ時にはやっぱりなんとか話して、もしあれだったら3万円にしてもらった方が、まあ、生活費とか他にも余裕が出るんじゃないかって。俺は分からん。ちょっと分からん話は出ろよ。じゃあいやでもういいや出ろ。はい、いや大丈夫です。分からん。確かに言ってることも分からんし、リュウジの言ってること分からんし、お前の言ってること分からんし、出てきて。じゃあいや出ないです。出ないってどういうこと。出ろ別にいいよ、もう出てけ。いや大丈夫です。もういいよ。いやもういいよ出ろ。いやじゃあそんな俺もう気に入らへんし、別に3万円だろう4万円だろう、俺が誰4万円の貸すか3万円の貸すか分からんよ。もう出てることがおかしいだろお前。だって出てけばいいぞマジで。いや大丈夫です。出てくるのは大丈夫です。じゃあもういいよ。でも気に入らへんよそんなこと言っとったって。いや出てくるのまずいっすね。何で回っとんだおい。はい、あれどうしたの伊藤。お疲れです。あ、お疲れ。どうしたんですか。おかしいと思ったもんなおい。てらムカついてきるかよ。おです。何この。おい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 それはちょっとこれだけドッキリなのか。本当にドッキリを使って本当の交渉なのか。うちありがとうございます。あわよくば全従業員のあわよくばイライラするわ。手がむかついたもんな。3人でこいつらもなんかグズ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 とまず言っとんだろうな。僕ねとかなんか言っとんだろうな。イライラしたもんな。さあダメでした。いやダメとかじゃないの。お前嬉しいでしょ。これ全部あいつ企画発表なんですか。これもこのキャバクラ15万円もキャバクラ15万っておかしいな。だってお前でも合ってるんですよね。そんぐらいは使ってる。何でも生まれてこれ。ほんと何写真。3万ですね。お前しまっておわってしまうよ。動画でボコボコにしちゃうもん。いや言ってたでしょ社長と。あのこれ3人であの前僕が本当に3万円だったらさ、ちょいいよね3万円。じゃあ僕らが住んでるアパートも、まあ、買収してもらって買ってもらってじゃあ家賃3万できるんじゃないですか。なんとか幸いで。いや本当に下げてほしいな。いや思ってないです僕は。あいや2万ぐらいにやっぱ
2万さらに下がったら絶対下がらないって、なんか社長の機嫌を取るみたいな、そういうのもやるよ。叩かれるからな。あ、編集分かっとるだろうな。はい。悪意のある編集だったらボコボコだぞ。じゃあ宣伝し、宣伝しといてよ。もう宣伝できるだろう。宣伝してくれよ。ちょっとまあちゃんと動画見とるんだろうな。こんなに聞いたけど最後まで見ないんで僕ですよ。あ最後まで見ない。外気塗装のマッチングと、はい、求人のマッチングか、まあ、全員、はい、全業種使えるんで、ね、これはマッチングやってます。まあ両方無料使えるんで、ね、職人、あ、ほんで本当に職人さんは前もちらっと言ったけど、もう職人さんが登録したらその企業からスカウトみたいな、ちょっと、まあ、6月7月ぐらいになってくると思うけど、そういうのも考えてますんで、ぜひそっちの登録もお願いします。お願いします。お願いします。なんか後味悪いな。ちょっとリアルっぽいからイラッとするもっとなんか楽しいドッキリにして。ちょっとカメラ来た時にホッとしたところあるもんね俺。イラッていうよりなんかわーまたかよごめん。おかしいなと思ったんだわ。精神的なあれでダメージくるパターンですね、これ。精神的ダメージきたよ。なんで俺がドッキリ仕掛けると思うの。ボーマスターだから今なんで使うとかにさ。なあ俺が車へこんだって言ってなんか文句言ったらもうボーマスターだからだろ俺。めちゃくちゃ言われてましたね。で俺こんなにひどいことされて俺。やばいですね、本音が出てますね。ただ俺中学校の8時15分に俺一生懸命政治部とか。僕ですか。誰めだ。お前だ。誰だ。お前だ。お前誰だ。出る。とりあえず出る。とりあえず今週中に出る。はい。いやいやいや。すみません。誰か家に住まってる。2万円。はい。チャンネル登録しててくださいよ。お願いします。お願いします。さあ、ちょっと一回カメラ止めてそれを。一回ちょっとこれからの動画にやり方についてます。怖いぞ怖いぞ怖いぞ。あーダメだろ。